関さん、ちょっと本性みたいな。はい、はい、ありがとうございます。皆さんに一つだけ私のわがままを聞いていただこうかなと思います。やだ。どうです関さん、それ終わったらちょっと来ていただいて、よろしいですか。実は今日5月23日ですが、4日後に、私半世紀の生誕祭って言いますか。そういうのさ、ね、自分で段取りしないんですね。しない ね, ね。でも誰も段取り、ね、誰も段取りしてくれないんで、一つだけ一つだけお願いします。一緒に歌ってください。ディア、コウシドって言うんですが、コウちゃんと呼んでいただければディアコウちゃんとお願いします。じゃあ次いでいきます。はい。幸せだ、幸せすぎてみんなにごちそうしてくれるとかさ、そういうのないの。ありがとうございました。もうわがままは言わないつもりですけど、言うかもしれません。いや、かれこれ、50年、いろんなことがあったなと思いつつも、ね、本当にあっという間だったなという気もいたします。ね、あと50年ぐらい生きようかなと思ってますけど、まあ多分無理でしょう。小島さんはどう？いや、頑張る。切れねえよ。切れねえ。ダメ。多分社会の迷惑だよ。はい、ではありがとうございました。では続いてはですね、そんな50歳を4日後に迎える私が、今の心境をせきららに歌った歌をちょっと聴いていただこうかなと思います。ちっぽけじゃないラブソングという、歌ですけどね、ちょっとスティービーワンダーってご存知かな皆さんね。なんかそんなちょっとスティービーワンダーみたいなね、ちょっとこうなんていうかな、ブラコンみたいなノリの曲で、ね、です。ではお聴きください。
my love song, love song, love song。 あ、忘れちゃった忘れちゃった。いや俺もさ、実はさ、ここにあるコードさ、キーが違うんだよちょっとハーモニカ忘れちゃった。ハープソロから始めますか。いや、そういうわけにはいかんでしょ。いや、いいよね、ハープソロからやろうよ。うん、もう一回やろう。マジかよ。もう一回やらせてもらおう。俺もコード変えていい。すいません、もう一回。別に僕に答えないお客さんに答えないから。いいですか、もう一回やらせてもらって。今度はちゃんとやりたいと思いますね。せっかくあのね、50歳になった心境を歌うというのからちょっと恥ずかしい思いをしてしまいましたけど、多分これからもこんな調子で人生は進んでいくんだろうなとね、皆さんの温かい支援がないと生きていけないね。これからも支えてください